なんすか、怒りって。まあ、嫁帰ってきたらいつも通りね、すぐ消しますから。動画っていうか、放送ね。何時に帰ってくるか分かんないんだよね。洗濯物持ってくるわ。いやあ、明日ね、なんか明日何時に物が来るんだろう。 iPhone をね、ちょっと電池交換、一応電池もね、買ったんですよ、 iPhone のね。なんで、あとは来るのを待つだけなんだけど、あのね、待つだけなんですけど、夜に来ちゃったら意味ないんだよな。なんで足の裏やねん。変な人がおるわ。畳むと、洗濯機今畳んでるんですけど、畳むという行為をね、今までしたことなかったからね。干したものを普通に着るという感覚でやってるからさ、もうそれでいいんじゃないかなって俺は思うんですけど、皆さんどう思います？もうこれハンガー代わりでいいんじゃないの、この干すやつ。あとめんどくさいことになるでしょ、こういうの。でも文句言われたら、もう101号室、102号室にするわ。そうすれば誰にも文句言われないから、あ、文句言えない？文句言わないっていう感じかな。言えないっていうか。ね、毎回言ってんだけどね。これちょっとやってないみたいな感じで言われて、うん、気になっちゃうのっていう。気になるっていうか。じゃあお互い気にならないようにちょっと環境変えてみようかみたいな。いいっていう。
絶対帰ってこないからいいって言われる。でもさ、あんまりさ、こうなんだろう、正解付き合ってさ、そんなに会ってないんだよね。だけど年数はめっちゃ多いわけですよ。十何年ね付き合っててさ、でやっぱりさ、年にほんと1回とか2回の時とかもあったからね、会うのをね。うん、そういうのあったから。でこれ洗濯物もさ、年にあったからさ、そういうのがね。だからどういう性格かっていうのをよく分かってなかったのね。うん、多分お互いに分かってなかったんだと思うんだけど、おそらく。集団行動がね。俯瞰してみてどう。まあ別になんか時間がもったいないなって思っちゃうけどね。本人には言えないけど、まあ、時間がもったいないなって思っちゃうね。もうハンガーのようにかけとけばええやんけって俺は思っちゃうけど。で、洗濯物もさ、やっぱ俺のって少ないのよね。俺のってめっちゃ少ないんですよ。今日の俺の洗濯、今の俺の洗濯ね、一枚もないからね。大正解。一枚もないよ。今日。俺が仕事増えてるだけだから。めっちゃよくわかんないけどさ、恐ろしく服取り替えるんだよね。どんだけキャンプ行ってんだよっていうぐらいのね、服を。そうだよ、もう嫁のしか畳んでないよこれ。俺のだってもう一瞬で終わるよ。だってジーパンさ、そんな洗わないしさ、シャツなんて1日1枚だから。でも今年洗濯物出たの初めてだよ。で1週間でもう、あ、ポンド上がったね。1週間でもさ、T シャツ7枚だからね。で B さんなんて入っちゃってる。例えばさ、夏なんて靴下なんてやらないし、洗わないしさ。なんかすごい服が多いんだよな。なんでこんなに着るんだろうなっていうぐらい着てるよ。雑巾もおかしなぐらい使ってるよ。え、洗濯物をさせんの？え、なんで？させるのが嫌だ。慣れてきたらね、いいんだけどさ。
ただ俺がひたすら畳んでるよねこれ101号室102号室だったら、わらわら101号室102号室は確実に俺洗濯物はもう減るね洗濯は1週間に1回ぐらいできちゃうよ。俺節約できちゃう。タオルとかもさ1日1枚は変えたりしないと思うよ。熟成させるから1週間ぐらいでも普通にね使えますよね。あもう多分ね、俺集団行動がねどうしてもできないんだよね。だから飲みに行くときとかってね、俺大勢誘ったりとかっていうのはないんだよね。まあ、せめて一人。で、その一人がまあ友達を連れてきて飲むみたいな。大勢でやろうよみたいな感じのことは一回もないね。やろうぜみたいな。そんなね、こと。ちょっとタオル入れてきます。こんな放送したことないでしょ。タオル入れてきますって。ちょっとタオル入れてきますって。なんか旦那が洗濯物たたんでる姿がかわいそうに思っちゃうんだわ。かわいそうに思っちゃう。女性の人かな。かわいそうか。まあそれ正解だね。まさにかわいそうだよ。俺こんなに畳んだことないもん、洗濯。洗濯物終了。かわいそうな時間帯終了しました。お疲れっす。うん、お疲れっす。今日はさ、ちょっと料理もしなくちゃいけないから
もうなんか俺主婦じゃん、もう。何これ、やったりなのかな、これ。完全に主婦だよね。普通に主婦だわ。料理作んなくちゃとか。金目のね、煮付け作ろうかな。金目の煮付け、昨日買った金目ね。ちょっとモバイルバッテリー持ってくるわ。じゃあ皆さん移動ですね。